どうしたらコンプレックスを捨てられますか。生い立ち、学歴、就職先で劣等感があり落ち込んでしまいます。人と比べる癖を直すにはどうすればいいでしょうか。これはですね、まず心理学的な視点からお勧めできるのは、あれはレジリエンス、立ち直りの心理学だったかな。何かの心理学、心理療法で自信を持つためにはどうしたらいいかっていう心理学があります。ですからお問い合わせいただければ、そのテキストとか講義の動画とか、提供することができますが、大雑把に言うと、まず第一に確率的な価値観だけによって自分を評価しないって、学歴、体力、財力、容姿とかいった4つぐらいの価値観で、どれを見ても自分は他人に劣って何の取り柄もないっていうふうに考えたら、なかなか突破口は開けません。そうじゃなくて、自分の人格面とかね、優しさとか寛大さとか、ないしは、いろんな多面的な価値観で物を考えないと、現代社会主流の価値観だけに閉ざされているとですね、なんていうのかな、自分を評価するからなかなかできないと。で、今私が現代、社会主流の価値観って言ってもですね、その学生さんだったら学生さんで学歴が重要だとか、学歴の中ね、スポーツ技能力も含まれてるのかもしれないけど、それから子供ぐらい、もうちょっと下の子供だとやっぱ容姿とか体型とかそういったものになるのか、その時々にですね、ごく限られた価値観で自分と他人を比較してるのが人間だと思うんですよね。で、大人になったらやっぱいかに稼げるかとか、そういうふうになると思うんですけど、世間一般のその主流の価値観といっても、人生全体を見ての価値観じゃないわけです。その時々のその年代に大体固有のごく限られた価値観がありますが、その価値観にとらわれず、人生全体で人間がどんなものに価値観を見出すか、価値を見出すかというふうに考えることができれば、それはもうちょっといいかもしれませんね。人生全体を見渡して、何に価値があるか価値がないかこう考えるわけです。それは仏教の考え方で、仏教の考えでは、まず死という人生の終わりに立脚して、そこからこそ初めてですね、何に価値がある価値がないかっていうのが分かってくるんだ、そういう質問があります。死を見つめてこそ真に正しく生きることができると。自分というものは永続しないにもかかわらず、死ぬ間際まで他とひたすら奪い合う、そんなことに意味があるだろう。学力、体力、財力、容姿においてですね、どうせ死んで醜くなって骨になるものが、なんで、要するに短い間他とそれで争わなきゃいけないだろうかですね。王様も乞食もみんな骨になったら変わらない。美人も不美人も老いればみんな醜くなる。どうせ終わってしまう一時的なものになぜ価値を見出すことになるんだろうか。そういうのは仏教的な無常の価値観ですね。で、いかなる美徳も自分のものではないという無我の価値観ですね。そして最初を喜びだとするものにとらわれば、その裏側に苦しみが生じるという苦というドゥッカって教えですね。そういった通常のものの考え方とは違う仏教の価値観とかを学ばれると、価値観が多様化するかと思います。仏教という一宗教の価値観にはまりたくないとか皆さん思うかもしれません。ただそれは心配ないです。仏教はですね、勝手にこういうことを思い込め、これが重要だと思い込めというふうにドグマとして押し付けません。むしろ仏教というのは心理学で、なおかつ長期的な視点からものを見る心理学と言ってもいいんじゃないかと思います。長期的な視点からものを見る心理学です。人生全体を見渡して、何が人にとって正しいのか、価値があるのかないのかということを、その大きな視点から、長期的な視点から考える、そういった価値観を持っているわけです。だからいずれは皆さんは、例えば高齢期になれば仏教的な価値観を持つ可能性がある。例えば最近は先進国の高齢者の中に老年的超越といって、仏教的な価値観に芽生えちゃったような、仏教的な悟りを得たような人たちがいると。仏教徒じゃないのにと、一日毎日朝起きて生きれるだけで感謝っていうのが深くて、宇宙とつながっちゃったような感じで、いろんなことこれに頓着しないみたいな、そういった人がいるって。人生、要するに終盤、最後に、いい形でゴールを切れるかどうかっていうのが重要だとするとですね、人生全体を見渡して価値観、これを整えていくっていうのは、仏教を通してそういう学びをするってことは非常に価値のあることだと思います。そんな仏教の価値観の中で出てくるのはですね、単に劣っているということこそが菩薩の道なんだっていう恐ろしい。みんなに愛されない、劣っている、恵まれていない、
からこそみんなに最も愛される最も高貴な菩薩になれるんだっていう考え方。それはなぜかというとですね、みんなと比べて発行であると運がないと恵まれてないからこそ、同じように苦しむ人の気持ちがわかるじゃないかと。苦しみや悲しみが多いほどその分だけより多くの人に優しくなれるっていう価値観なんですね。優しさっていうのは優れてるって書きますね。現代社会では優しさっていうのは何の価値もないっていう感じですね。大抵学力、体力、財力、容姿、その他で容赦なく他に勝って他を苦しめてでも自分がトップになることが優れているんだという考えで、優しさなんかでは弱肉強食の世界は生きていけないみたいな感じの宣伝がたくさんあって、まあ、そこまで言わなくても皆さんも胸に手を当ててみればそういう価値観でなんとなく動いちゃってるんですね。他に与えるよりも奪い勝ってこそ幸福になるっていう冷酷な弱肉強食の競争社会の価値観です。ただ本当にそれが優れているのかっていうのを胸に手を当てて考えてみると、そうだな、そういう世界でガツガツ生きて、でまあ40、50、60になってだんだん高齢期になると自分の過去の自分にさえ勝てなくなって、で周りの人間はどんどん失っていって人生のこう黄昏になっていくときに何が残るんだろうと、老後になって鬱になる人とか認知症になる人がだんだん増えていて、老人の精神的な問題、老人心理学っていうのは今すごく重要なことになってるわけでありますが、まあ要するにちょっとこの競争社会の怒涛の毎日の中で足を止めて人生全体を見渡して本質的に自分の胸に聞いてみると、一体何が本当に大切なのか、そんな時に慈悲、優しさっていうものの価値っていうのは、まあ心の奥底から何らかの光を伴って湧いてくるかもしれませんね。そういったところでですね、あの物を考えてみる機会があれば、自分は世の中は要するにみんな平等だと、他人より恵まれてる人、これは慈悲の源には恵まれてないと、他人より恵まれてない人、これはより多くの人に優しくなるという意味で慈悲に恵まれてると、長所の裏には欠点、欠点の裏には長所、長短表裏っていう真実、これが出てくるんですよね。仏教は全部苦楽表裏です。何かに優れてると何かに劣ってる、何かに劣ってると何かに優れてるっていう仏教的な価値観は、そもそも自分と他人を比較して優劣を問うこと自体がナンセンスっていうことなんです。それは何か特定の価値観にとらわれてる人だけが自分が他人より優れてる、劣ってるっていうけど、本当に物事全体を見極めてる人は長所短所は表裏なんだから、自と他は比較する意味がなく、みんな平等で万物が平等な仏様の現れとして尊重しましょう。自分と他人を区別してプライドで舞い上がったり、卑屈でコンプレックスで落ち込んだりすること自体は不必要にして、哀れなことである。まあ、これは仏教のブッダの悟りの境地なんです。まあ、そんな風なとこまで行けばですね、さっき言ったコンプレックスの超越ってことになりますが、まあそういったお勉強とそういった視点も出るので、まあ仏教、そして仏教的な心理学をね、勉強されたらいいんじゃないかと思います。心理学者としては先ほど出ましたけど、アドラーの心理学ってね、アドラーっていうのは子どもでね、子供の時から、子供の時ってのはみんなこう背が高い低いとか、あの顔立ちですか、まあそういったもの、身体的コンプレックスが中心に来るんですね。でもうちょっと先に行くと学歴みたいなのが出てくると思うんですが、子供の時は子どもで、で子男で、まあ、背中が曲がってたのか、その身体的コンプレックスが強くって、コンプレックスにずっと悩んだ人なんですが、でコンプレックスをどういかにこう克服するかということで、彼なりの一頭一羽の心理学を形成した。よってアドラーの心理学はコンプレックスの心理学と言われることもあります。そんな人なんでね、仏教の思想とかそのアドラーの思想とか学んでみたらいいんじゃないかなと思います。